よし、今日もハラジンやるぞ。前回が冒険者協会に入ったところで終わったんだな。異国の部分。ほうほうほう。なんか出たんだ。見ていこう。これ一括受け取りできへんの？これ。なんかいろいろもらえるね。あ、これ一括受け取り。これでええんかな。いけるっぽいね。またいろいろなんか出てるよ。装備した武器確認。あ、強かった。マジで？マジで？おお、あ、武器もレベルアップすんや。今さら。マジかよ。なんか四つ葉のクローバーみたいな装備したね。クローバー装備。あ、ボイスや。リサ先輩も。お前、オイラが飛ぶこと。おい、猫、ね、最近疲れたんだから。声優さん好きにはたまらんやつや。もう一回あれ、タコツイ。盛大にスキップしていく。あ、これか。リサ。リサレベルアップしていこう。こんなもんねえか。外観。お、こんなん帰れんや。じゃあこれにしとこう。まだレベルアップのなんかついてる。あ、そうか、こいつまだ何も装備してないのに。あ、新規ってなんかある。これも強化できんのね。いっぱい出とんね。ほう。ほう。装備しとったらええんやな。いや、しません。これでっか。これもまたボイスやね、多分。アフタヌーン任務強行ない。お昼も、あな、これは、あな、図書館の上階にあるレン、ドドリアンは解毒庫、それで、かわ、にか、わ、私はパンプキンフォビア。ロッキーちゃうんだ。またなんか出てる。気になるよな、これ、びっくりマークなんか出てる。まあ、多分まだいろいろ武器とかね、強化できるんやろうけど。これでっか。ガイアのなんちゃら。よし、行こう。はいよ。今日のおすすめはステーキですよ。ステーキっすか。はいよ。ガイアと会話。ガイア おるやん、横に。これガイアやろ。ガイアがガイアのところに行くっていう。YouTube 動画ね、なんか30分以上の動画になると、なんか前よりなんかすごい時間食うのよ。で、なんかアップロード失敗しましたみたいな、勝手になんか動画が削除されたりとかして、こんなん初めてやな。ここやね。元素反応、なんか俺なんか読み間違いで元素反応って呼んだりとかさ、取り逃すのを取り逃がしって言ってたやつ。ガイアがガイアに喋りかけるよ。まずい、これはまずいことになったな。どうするか。慌てるなんてらしくないやん。おお、旅人、これは千の風に感謝しないとな。今お前に出会えたこと、これはきっと神のおぼし飯だろう。はいや。
凡人を助けるため風神が使わした使者よ、どうか手を貸してくれまいか。いやでーす。うわ、なんかモカモカするぜ。そやな、話ぐらい聞いたろうや。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな。そうなんすか。お前にしか頼めないんだ。いや、だからここじゃちょっと場所を変えよう。最初からそこで待つなよ。そうか。騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。なんか怪しいな。怪しいな。お前ちょっとそういう勘だけは鋭いな。いったな、ちゃんと。あ、消えてた。OK。タップして追跡。はい。9メートルってもう見えとるかな、ほとんど。なんかさ、他のゲーム実況者の人とかさ、なんかいろいろな言い間違いとかしてたら気になるけどさ、これいざ自分がやってみたらわかるんよな。なんか結構自分も同じことやらかしてるから。なんか、やっぱ視聴者側とこの配信する側の壁ってやっぱあるよな。うん。いざやってみるとやっぱり難しい、ゲーム実況。奥深いわ。なんでもそうやけどな。なんかやり込むにつれてどん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 、ああ、こういう感覚なんや、みたいな。あの子のためだ。めっちゃわかるわ、今なら。ガイアがガイアに喋りかける。この辺なら大丈夫だろう。えい。早く教えろよ。一体何があったんだ。前からずくいぐいくな。何から話すか。そうだな。まず一つ、お前たちに秘密を教えてやる。秘密。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。はい。安心しろ。オイラの口は固いぞ。絶対軽いやつ。実は。俺の祖父は海賊だったんだ。どうでもなさそうやな。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな、うん、ほら見ろ、いきなり都市伝説。この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろう。まあ、眼帯で遺伝するんやろな。旅人、そんなの常識だぜ。常識なんや。眼帯で遺伝するん。母親の癖毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。いやいや、ちゃうやろ、また。昨日、祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。そうなんすか。お宝？手記によると、お宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。マジですか。お宝。こいつお宝好きみたいな。けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。ないんか。お宝。ずっとお宝しか言うてない。ガイア、それはどんなお宝だ。金塊か宝石か。金目のものなど三流のお宝さ。そうなんですか。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。ファイファンでいうところなんか ラグナロク。ラグナロクはなかなかった。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな。それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。黙っとこうか。いやー、信じがたい大冒険だよな。これぞ海賊のロマンだろかな。間に間に受けてるやつがここにおった。だが近頃ある砲塔団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そしたら真剣もきっと。そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいならオイラたちが。お前も大概悪いよ。とにかく安心しろ。オイラと旅人が力を貸すぞ。はい。ほう、
助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。なあ、どうだ？ワクワクしないか？本当に？すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。うん。っていうかさ、そんな大事な剣落とすのよな。うっかりやろ。うっかり落としちゃったじゃ済まされへんよ。隠したとかどうなのに言うてるけど。なんか今赤く光ってるとこあった。冒険者エリア。あ、この辺で冒険者にいろいろ話聞くのよ。冒険者協会で事情を聞く。情報を聞く。あ、なんかおるね。これ冒険者なんか。あ、冒険者ってちゃんと書いてくれたろ。こんにちは。あなたも新人冒険家なのか。はい。うちの団に入らない？嫌です。あ、ちゃんとびっくりマークついてる。アルカディア遺跡について何か情報を知らないか？アルカディア、聞いたことないね。ごめん、僕はまだ新米だからさ、知ってることは少ないんだ。そうか。教会に依頼してみたらどうかな？ベテランの先輩たちなら力になれるかも。あ、そうっすか。ダメダメダメ、それはダメだ。もし他の冒険者たちに先を越されてお宝を取られたらおしまいだ。行っちゃった。なるほど、それならしょうがないね。お宝、いや遺跡のことは気にかけておくよ。そうか、ありがとな。こいつ口やっぱり軽いな。お前発泡スチロール並みの軽さや。よう、冒険者協会へようこそ。うい、探しもないね。おっと、そんなくだらないことのために来たんじゃないぞ。天空の島から落ちてきた。もう言わんでえでいらんことよ。サキバスや金髪の海蛇を切ったっていう超すっごい神経を探してるんだ。喋りすぎやわ、ほんまに。平気平気、お宝の隠し場所さえ言わなきゃ大丈夫だ。それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡ってどこにあるか知らないか？アルカディア遺跡、聞いたことない名前だ。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら俺にも見せてくれよ。パイモンのせいで情報提供もう聞いとるがな、もうすでによ。ほらな、まあんな萌えボイスのキンキン声であんな大声で言うから。手がかりを見つけられなかったな。いらんことしやがって。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。こいつほんまいらんことしや、うん、俺とそっくりやよ、このいらんことし具合。ペラリすぎやろ、ほんまにこいつパイ。なんでパイモンはずっとおんの？すみません。おるね、ガイアさん。戻ってきたか。何かわかったか？はあ。冒険者協会で聞き込みはしたけど、手がかりなしだった。当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど、手にしたとき喜びを感じられるものだろう。まあな。そこでだ。俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてやった、うん、知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。どうやらアルカディア遺跡について知っている人間がいるらしい。マジっすか？本当か？そいつは今どこにいるんだ？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない、はあ、待ち合わせ場所はささやきの森だ。うん、そうと分かれば早速向かおうぜ。
まあ、こいつできてないねんけどな、パイモンと。まあ、しょうがないな。頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。いや。任せろ。お前が任せろ言うな。パイモンめ。うん。とりあえずこっち行こうか。いい。鳥人間コントだな。なんかまだまだ隠されたなんか裏立て要素がいっぱいありそうやね、このゲーム。なんかリリースが2020年らしいよね。今さらないけど。今頃始めんのかいって。あ、これ渡られへんやつや。ちょっと待って、こっちから行こう。スパイディー。おい。ちょん押ししたらええんやね、これ。ちょん押しダッシュしたらちょっと早く行ける。まあダチョウクラブこの辺で出てくるやろな、敵の。さっきのやつじゃ、盗み聞きして逃げてたやつじゃ。あいつ？ありがとう、助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど頼りになるのね。これぐらい朝飯前だ。こいつは旅人として毎日いろんな厄介事を解決してきてるからな。お前がおるからな。旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。待ち合わせ相手？それじゃあお前がちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今回の情報はタダでいいわ。マジで？情報屋は人脈を重んじるからね。マジで？ありがとう。やったー。あ、でも結局得するのはガイアじゃないか。情報料は出してもらうはずだったんだから。架空請求したよ。それじゃあよく聞いてね。アルカディア遺跡についての情報。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。へい。ねえ、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。ん？これは宝の地図か。はあ、苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、次は謎解きかよ。苦手なやつやね。でもこんなもん旅人にかかれば大したことないよな。まあまあ多分。まあ解けなかったらガイアに聞いてみよう。あいつ頭は切れるみたいだからな。お前が言うな。この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。はい。ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。3体も。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。絶対強いやん。どういう意味だろうな。ガイアの手を借りたくないならひとまずオイラたちで考えてみようぜ。借りたくないわけじゃないけど。これね。
これね、謎を解明する、騎士団でガイアからヒントがもらえるって。なるほどね。あ、ちょっと待って、追跡停止にしようか。え、どこ？マーカー出てる？これ、まあ戻ったらええんやろな。え、印出てない。なんかいろんなミッションがあるけど、まあとりあえずこれやっていこうか。とりあえずガイア先輩のとこ戻らなあかんやな。あれ、これさっきのあいつちゃん、ちゃう、子供か。石だ。ちゃちゃ、まだちょっと土地感がないわ俺、これ、このゲームなんか。あと大根。音も綺麗やね、ほんまに。あの剣のマークついてるところが騎士団ってことだね、多分。ちゃうの？ジャンプしたらちょっとだけ高いとこから登れる。登れる。とりあえずガイアンとか行かなあかんね。星空を振り返ると時間があっという間に過ぎていく。なんで急にこのロマンチックな。おるね。冒険ランク8や。いや、戻ってきたか。その様子だと手がかりを得たみたいだな。得ました。手に入れたはいいけど、一筋縄じゃいかなそうだ。そうやろ。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。うん、謎解きか、ベタなこった。そうだな、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は6に関わるものといったら、まあ、カニやな。ってことは六本腕の巨人は巨大な。そうやな。巨大なカニがいるかどうかはともかく、うん、そこは突っ込んでくれへんな。カニの足は8本だぞ。結局風車に行くんかい。おお、さすがだ。風車の羽はちょうど6枚。それを六本腕の巨人として例えているんだろう。あ、なるほど。じゃあ戦うね。ああ、言われてみれば。あとは簡単だ。3本の風車のうち、神の像の近くにある2本が神の像を守る巨人、うん、残りの1本が守っているものこそおそらくお宝。オイラでもわかるぜ。わかるのよ。うまくいくといいな。一言やないの。行こう、その風車のところまで行ってみようぜ。うえー、なんかちょっと今くらなれへんかった、地味に。君にも風神のご加護があらんこと。なんか地味に今くらなったよな。行きますよ。任務。よし、行こう。あれやね、前からちょっと気にはなったけどな、このくるくる回ってるやつ。
これやね。え、これやろ。どっから入るの。あ、ちゃう。え、あ、登るんか。登れんか、こんな高いの。登れるみたい。どこでも行けるな、これ。脱獄し放題や、これ。マイケル・スコフィールドさんもびっくりやん。とりあえずここ降りようや。降りるやろ、ここはさすがに。なんか今アイテムなかった。え？消えたんやけど。あ、オッケー。あ、まあええわ。なんか雪国巻いた気あるけど、まあ。とりあえずほとごはだいぶ高いけど、普通の宝箱。見せて見せて、何があったんだ。こんな普通にあんの。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。清泉町、寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。うん、今回も絵がついているな。うん、なんだよ、また謎解きか。だそうです。もうダメだ、オイラは疲れた、うん、クラクラする。まあ言うほど頭使ってない。頭の使いすぎだな。言うほど使ってない。とにかく今回もよろしくな。わからなかったらまたガイアに聞いてみようぜ。結局ガイアまた、またガイア先輩の方行くの。何回世話になるの。なんかこれ上も行けんじゃん。あ、ここは無理だ。やべやべ、危ね。今の絶対死ぬ、死ぬとこあったよこれ。まあええわ、ガイア先輩とか行こうか。今回のミッションなんか長なりそうやね。でまだ司令と立ってんやろ、どうせ開けたら。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。うん、何かわかったか。お前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端じゃないだろう。ちゃうやろ。なんだ、間違って拾ってきてたのか。道理で天才のオイラでも解けないわけだ。天才ね。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉、清泉町のこと。あ、やっぱり清泉町だって。清き泉の情熱。俺最初清泉町だって。どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。うん、高低差があるときやな。うん、いい発想だ。例えばそう、滝とか。ああ、それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。うん、モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。なるほど。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうどその位置に崖がある。見回りの時滝の下から見たことがあるんだ。マジですか。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。うん、氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。いや、君や。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として
謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見ることもできないだろう。政府騎士団じゃない？これさっきから気になったけど。じゃあ、オイラたちは清泉町に行ってみるよ。せいぜい企みを頑張れよな。ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。はい。じゃあ行こうか。今回動画の尺長なりそうやね、これ。30分超えへんようにしたんやけどな、なんか。バグるから。なんか見えるやん、もうすでに。遠いね、500メートルってなんか。500メートルってこんな遠かったっけ？宝箱あるじゃん。ここ落ちたあかんやつやろ多分。どうしよう、どうやって行こう。あっち陸続きになっとんねん。お、ここにもある。ジャンプしていけんのかな、飛んで。なんかこれ距離感が分かれへんのよ、これ。一回行ってみようか。おお。意外とヘリは遅いね。届きそうやね。届くね。うん。よかった。高いとこから飛び降りる。え、なんかおる。絶対モンスター。あ、ちゃうわ。なんか聖杯に火がついてる。ワープポイントとかあるね。最初からあったよな。うん。あ、あれやね。あの滝やね。どう行こう。ドドリアン。トトゴはドドリアン。なんかよくわからんけど。全部ドドリアンやん。ドドリアさんやん。ドラゴンボール。あ、魚いてる。あれなんか捕まえれそうやな、あれ。うわ、ちょっとやっていい？これ。アンバーでやってみようか。あれ捕まえられへんの？この滝になんか入り口があるとかいう、そういう青カエル手で捕まえてる、すげえ。まあ、これやろうな、確実にこれしかあらへんもんね。あ、手で捕まえれるんや、クロスズキって。これやろ、え、ちゃうの。ちゃうんかい。心はやな。手がかりが示す場所を探す。え？何何何？こう、あ、わかりました。こういうことですな。こうやって考えられへん。おとなしく仕上がる。え？ちゃうんかい。え？おとなしく仕上がる。ちゃうの？
風邪ひくなよ。おとなしくしやがれ。ちゃうの？いや、マジ分かれへん。やばいやばいやばい。やばい。これ多分視聴者イラつかせるパターンなんですよ。松茸もあんの。新規や。あれや、あれを凍らせるんや。ちょっとアヒルさんどいて。あ、泳いでる途中はあれなんやな、攻撃できへんやな。多分これやな。こいつはどうだ。これ関係ないの、ワープポイントはただ。こいつはどうだ。わかった。この辺のちょっと草刈り正をするんや、多分。絶対そうや。この辺しかないもんな。絶対そうやわ。やっぱりあれやわ、手がかりが示す場所ってところのメートル数がどんどん減っていってる。あ、でもこれ体力間に合えへんかも。何これ、バグ。これいけるかな。うわ、だいぶギリやけど。おお、あぶねー。おろろ、なんか。おとなしくしやがれ。はい、これあかんわ。アンバーの出番だ。雨のようなギャオ。反則だよ。飲んだわよ、うん、ついてこれるかな。お、強いね。俺が下手に投げた。流せようか。倒れる時の右差しみたいな。あっという間に片付いた。なっ、スライムの液体また出た。もうじゃある。スライムの液体いっぱい残ってる。よし、オッケーオッケーオッケー。とりあえずこれやな、多分。これ。はい。こいつはどうだ？向こう。リサ先輩に任せる。ちょっとビリビリさせないとね。しびれなさい。
あ、これか。はいはい。いやー、ほんまぐずってるわ。よし、これでオッケーやな。え、ちゃうの？え？到達したんやろ？おとなしく仕上がる。はい。こっちはこっちか。こっちっぽいね。なっ。メーターが減っていく方に目指してたよね。15。あ、ここ。え？離れていってるけど、まだ。ん？やっぱり上でやっとんな、これ。また登るの？うん。ちょっと。これあかんわ、これ。まあ、とりあえず、ここで一回終わって切ろうか。うん。じゃあ、今日はここら辺で。じゃあねー。